はい、どうもおはようございます。うわ、すごい空。いや、すごい音ですね。いや、改めまして、ちょっと聞こえなかったかな。おはようございます。ここは八王子駅でございます。本日はね、これからね、特急海事号に乗りまして伊沢温泉に行きたいと思います。海事号がね、そろそろやってくると思います。動画の、ね、冒頭で映しましたが、これから乗る海事11号甲府行き12両編成でございまして、前9両に海事号、後ろ3両に富士海遊の11号を連結しております。富士海遊は川口港行きですね。途中大月まで12両編成で走ります。八王子10時9分発ということで、はい、やってきます。で、本日使います切符はこちらでございます。乗車券がね、キキナから伊沢温泉でして、特急列車がこのようにね、海事11号車3番 A 席、特急料金は1020円でございます。まあ、ちょうど1時間の旅ですね。この1時間の乗車で1020円でいったら結構お得な感じしますね。たった1020円ですから意外に安いもんだと思いますね。そして12両編成ということで、ホームのかなり前の方まで列車が参ります。はい、3番線からね、10時9分発の折り返しの列車がね、発車し、4番線やってきました。はい、今回乗る列車 E353KS の111編成、ゾロ目ですね。111、11、はい、僕が乗りますのは11号車ですので、こちらから乗っていきましょう。夕焼け小焼けが流れまして、4番線まもなくドアが閉まります。海事11号1時間の旅始まりでございます。本日はね、伊沢温泉まで乗車いたします。この後車窓をちょっとだけ、ね、映して、また今日は続々と動画を出しますので、また続きの動画もどうもお楽しみください。はい、発車でございます。それでは自分の席に向かいます。
この列車は特急かいじ11号甲府行きと富士海流11号川内湖行きです。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は座席の上のランプが明かりの席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。黄色のランプが点灯するとまもなくご予約いただいた区間となりますので恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めの場合駅での発売額と異なりますのでご了承ください。グリーン車は9号車です。トイレは1号車、2号車、4号車、6号車、8号車、9号車と11号車にあります。車内は電気、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。次は大月に停車いたします。業務連絡です。改札担当車掌が本部車掌に連絡してください。 Ladies and gentlemen, this is the Kaiji Limited Express bound for Kofu combined with the Fuji Excursion Limited Express bound for Kawaguchiko. Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even though the seat is currently vacant,今日はいい天気ですね。少し青空が見えますね。Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Portsmouth. We wish you a pleasant journey. Thank you.南海地方は本日加瀬沼武道橋駅に臨時停車をいたします。海地方富士海融合では車内販売の営業がございません。また車内には自動販売機と設備もございませんのであらかじめご了承ください。新型コロナウイルス感染症対策のため車内ではマスクを着用していただき大きな声での会話や会話をしながらの飲食は控えていただきますようお願いいたします。また座席の回転、向かい合わせてのご利用はご遠慮ください。皆様のご協力もお願いいたします。 JR 東日本からお知らせいたします。ただいま JR 東日本では車内の警戒を強化しております。車内で不審物や気がかりなことがございましたらお近くの警備員または車掌までお声掛けください。なお車内には SOS ボタンも設置しております。車内で緊急事態などが発生した場合には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。皆様のご協力をお願いいたします。
日の軽食はこちら、氷結レモン味、ニューデイズ買いましたね、コシアンドーナツ。いただきます。もうしばらく車窓動画を撮ります。まあ、もう少ししたら切りますけど、また次ね、また撮っていきますので、よろしくお願いします。